明日からママと同居することに決めたから。またマザコンが何か言い出したか。俺はママが大好きなだけだ。はいはい、それで半年前にお父さんが他界したから同居したいってこと？話が早いな、褒めてやろう。いつもお母さんのことしか考えてないね。ママ一人じゃかわいそうだろ。でも明日って急すぎない？空き部屋の掃除なんてしてないわよ。今すぐしろ。自分でやってよ。掃除は嫁の仕事だろ。またそうやって家事は女の仕事って決めつけて何もしないんだから。うるせえな。お前は俺の言うことだけを聞いてればいいんだよ。いつもそればっかり。それでなんで明日なの？もっと事前に言えないわけ？言うの忘れてた。でも父さんが倒れた時からすでに決まったことだし、実家を売る準備はできてるしな。私の意見は無視かよ。相談もされてないんだけど。ママと離れて暮らすのはもう耐えられないんだ。もともと同居してたのに別居するって言い出したのはマサトでしょ。あの時は店舗移動で通勤時間が倍になるのが嫌だったんだよ。ぐちぐち言われて本当に気が狂いそうだったわ。でもママと離れ離れの生活に比べれば交通の不便なんてへでもないって気がついたんだ。新築一軒家も建てたのにそんなこと言う？あんな場所に店がある方が悪い。俺を移動させやがった上司は一生恨んでやる。新築の家に引っ越した時に快適だって言ったの私は忘れてないからね。やっぱり新しい家の方がいいからな。それに通勤時間が増えても朝早く起きたら始業時間に間に合うのに朝は苦手だって言うから。ママが目覚めのキスをしてくれたらすぐに起きれるんだけどな。気持ち悪すぎるんだけど鳥肌が止まらない。ママのキスが恋しいよ。明日から毎日してもらおう。そんな父親を見たらマサヤはどう思うでしょうね。俺に似て立派な男に育つだろうな。大人になってまで甘えん坊な息子は嫌よ。いちいちうるさい。今からママの引っ越しの手伝いだから、お前は明日のためにパーティーの準備でもしておけ。私は賛成してないんだけど。嫁いびりだってされてたし。それはお前が嫁としてダメすぎたから叱ってただけだ。掃除したところからまた汚していくのは教育じゃない。お前が掃除し忘れただけだろ。ママのせいにするな。親子揃って同じようなことを。俺たちは正しいことしか言ってない。お前が全て間違ってる。料理を捨てられるのも言われた通り作ったのにおかしいでしょ。ママが気に入らなかったんだろ。頭おかしい。お前はすぐに人のせいにするな。あんたにだけは言われたくない。俺は正論しか言ってないだろ。お母さんびいきなんだから正論もクソもないでしょ。またあの生活に戻るのは嫌よ。文句ばっかり言いやがって。お前に拒否権はねえぞ。逆らうなら出ていけ。それ本気で言ってる？当たり前だろ。ママと仲良くできないやつなんていらねえよ。私は出ていかないから。じゃあおとなしく言うことを聞いてろ。今からママの部屋の掃除と歓迎会の準備をしておけよ。嫁いびり大好きな姑とまた一緒に暮らすなんて、義父が他界したからもしかしてとは思っていたけど。私は千尋、34歳の兼業主婦。結婚して3年目で2年前までは義実家で暮らしていました。夫がマザコンだと知ったのは結婚後で、姑からの嫁いびりもひどく一緒にいることも辛いです。それなのに離婚しないのは結婚してすぐに妊娠して私一人では子供を育てていけないと思ったから。もう一つは父の上司の紹介で見合いをしたから顔に泥を塗るかもと思っているからです。今でも父はその方と仲がいいため、私が離婚したらなんて思われるか。姑がいなかったら普通の家庭なので、別居した時は天国のようでした。明日から本当に憂鬱ですが、やられっぱなしは性に合いません。それに夫も大事なことを忘れているため、どうやって仕返しをしようと考えているのですが。1週間後。お母さん、私に物を投げたりするのはやめてください。腕があざだらけです。のろまなあんたにはこうしないと効き目がないと思ったのよ。それなら口で言ってください。マサヤに当たったらどうするんですか。あなたが避けなかったらいい話でしょ。いちいちうるさい女ね。仕事と育児をしながらでも家事も全部私がしてるのに、文句が多いのはお母さんの方です。私は正しいことを言ってるだけ。それに家事も育児も嫁の仕事でしょ。威張らないで。毎日暇そうにしているのに手伝ってくれないんですか。なんで私が動かなくちゃいけないのよ。私だって休みたいんです。
嫁のくせに何言ってるの。そんなこと許されるわけないでしょ。嫁だからとか時代錯誤もいいところですよ。これだからゆとりはダメなのよね。それ関係あります？千尋さんはバカだから。私の言ってることがわからないのかしら。共同生活なんですから、みんなで分担しましょう。私に何をさせる気よ。例えば自分の洗濯物は畳んだりとか。それも嫁の仕事ね。姑の仕事は何ですか？あんたがサボってないかの監視よ。くっちゃねの間違いじゃないですか。生意気なことばっかり言ってマサトに言いつけてやる。マサトちゃん聞いて。家事もまともにしないくせに千尋さんが私に文句を言ってくるの。なんだと？ママに逆らうとはいい度胸だな。私は自分のことぐらい自分でしてって言っただけよ。ママは家にいるだけでいいのに、それがわからないとは頭が悪いな。頭の良し悪しじゃないし、私物を投げられて腕があざだらけなんだから。千尋が出来損ないなのが悪い。親子揃ってまた同じこと。もういちいちうるさいわね。そんなことより早く夕ご飯の支度でもしなさい。どこにいるのよ。今病院から帰っているところです。お母さんのせいですごい怪我したので。本当に人のせいにするのが好きだなお前は。大げさなんだよ。すごく腫れちゃって痛みでうまく腕を動かせないんだから。言いたくもなる。家事をさばる言い訳でしょ。これだから出来損ないは嫌よね。早く帰ってきなさいよ。二人に何を言っても無駄だって今更ながら分かった。ここまでするんだったら私の母も同居するね。は？何言ってんだよ。せっかくだし家族みんなで仲良くしよう。家事をするのが嫌だからって自分の母親を呼ぶなんてね。まあいいわ、二人ともこき使ってやるわよ。5日目。千尋さん、あんたの母親おかしいわ。こんな人だったなんて思わなかった。どこがですか？毎日家事を手伝ってくれるし、マサヤのことも見てくれてますよ。私のことを邪魔者扱いするの。母はそんなひどいことはしません。ただお母さんが何もしないから置物だと勘違いしただけです。だからって漬物石の代わりにしようとか普通言う。私はいい案だと思いましたよ。でも重すぎるんですよね。お母さん最近太ったって言ってたし。余計なこと言わんでいい。ママはこのフォルムがいいんだ。可愛いじゃないか。どこが？もうすぐ湯婆婆みたいになるよ。それはちょっとならないわよ。だから私は漬物石よりも沖縄のシーサーみたいに家の前に置いた方がいいって言ったんです。私を外に出そうとした理由が分かったわ。でも私の神々しさで厄払いできると思ったってことよね。いいえ、その腐った心と顔を見たら誰だって逃げるかなって。私が汚いですって。ママは天使のような人なのに。悪魔の間違いじゃない？あ、また千夏さんが私を本気で吐こうとしてる。ゴミと間違えたんですね。ルンバと同じようなことするな。ルンバにも座れそうになったことあるんですか？あいつは私のこと嫌ってるのよ。ロボットからもゴミ扱いだなんて。本当に憎らしいったらないわ。あと千夏さんは私の分のご飯を用意してくれないの。本当に人の心を持ってるのか？母の辞書には働かざる者食うべからずとデカデカと書かれてるからね。もう何をやってもへこたれないから疲れた。ママが嫌がってるんだ。やめさせろ。母が楽しそうにしているから嫌。性ある女。お母さんに言われたくありません。変なダンスしながら後ろをへばりついてくる時もあるの。離れろって言ってもすぐに私の話を聞けるようにって言って離れやしない。けなげな子犬みたいで可愛いでしょ。どこがよ。もう一緒にいたくない。もう怒った。お前ら出て行け。出て行くのはあんたたちの方よ。は？何言ってんだよ。すっかり忘れているようだけど、この土地は私の父のものだし、家は私の名義よ。あ、え、そうなの？引っ越すことになった時に土地が空いてるからどうせなら家を建てたらいいって言ってくれたんですよ。だからってなんでうちの名義まで。父が他界した時に土地を遺産としてもらったら面倒になるって思ったからです。そうだったよね。ああ、すっかり忘れてた。引っ越し当初から好き勝手してたと思うけど。俺は一家の大黒柱だ。好きなようにしていいだろ。呆れた。家を建てるお金も少し出してもらったのに
毎日お母さんに悪態ついて感謝の気持ちもないなんて、全部マサトちゃんが出してるんだとばっかり。ということで仕返ししたかったから今まで黙ってただけだし、出てってください。それだけのために黙ってたのかよ。やられっぱなしは性に合わないの。母が来てくれてよかった。少しすっきりしてるよ。ふざけるな。俺たちはここからは出ない。土地も家も俺によこせ。そうよ、千尋さんは嫁らしく大人しく言うことを聞くだけでいいの。どう思うが自由ですけど、人に危害を加えるのは違うでしょう。お母さんには物を投げられて怪我をしたので、その慰謝料を払ってもらいます。はっ、なんで。母が家に来てから余裕ができたので弁護士に相談したんです。怪我の治療費と精神的苦痛で100万円ほど請求しますね。意味がわからないわ。なんで私が払わなくちゃいけないの。お母さんがやったことでしょ。 LINE の会話に証拠もありますし。マサトちゃん助けて。俺のせいじゃないし、見捨てる気。お父さんの遺産があるからすぐ払えますよね。ほとんどもう使っちゃったわよ。早すぎませんか。もともとそんなに遺産はなかったの。お願い、謝るから許して。怪我をして仕事に支障が出たし、絶対に許しません。それに被害届はもうすでに出しましたから。嘘でしょ。お前正気か。世間体が悪くなるだろ。そんなの知らない。私はもう離婚するつもりだし。離婚なんてやめてくれ。俺が悪かったよ。今更遅すぎる。お前と離婚したら紹介してくれた上司になんて言われるか。お金なんてないのにこんなことになるならいびらなければよかった。後日だ。その後姑は傷害罪で罰金刑となり、慰謝料と合わせて100万円以上払うことになりました。遺産もなく貯金もほとんどないため、パートをして毎月少しずつ払うことになっています。夫は多少ごねたものの無事離婚成立し、親権も私のものに。もちろん養育費も毎月もらっています。家を追い出された二人は夫の仕事場の近くにあるアパートで暮らしているそうです。元夫は離婚したことを私を紹介した上司にバレて、もったいないことをとぐちぐち言われたんだとか。しかも私が共通の友人に離婚の理由を教えたことで、やばいマザコン野郎と言われています。そのため二人ともストレスがたまり、狭いアパート暮らしということも相まって、今は喧嘩の毎日だそうです。一方私はというと、両親も呼んで4人暮らしをしています。ちなみに父の上司からはひどい男を紹介したと謝られました。顔に泥を塗るとか心配して損したって感じですね。ごぼう女の LINE で合ってるかしら。その呼び方もしかしてお母さん。あったり。ごぼう呼ばわりはやめてくださいって言いましたよね。色黒でガリガリで無駄に身長高いんだから、どう見てもごぼうでしょ。そんなこと言うのお母さんだけですよ。みんな裏では言ってるわよ。というか1年前に絶縁したはずですよね。あんたが勝手に言ってるだけでしょ。夫も同意してます。あんなにひどい嫁いびりしといてよく連絡してこれますね。もう忘れちゃったわ。じゃあ教えてあげます。お正月に散々こき使われた挙句、みんながおせち食べてる中私だけ雑草でしたよね。美味しかったでしょ。あんたはそこらの草がお似合いよ。夫がおせちを分けてくれたからよかったけど、あまりじゃないですか。あの子ったら優しすぎるのよね。それと夫がいないとき急に家に来て私を無理やり段ボールに詰め込みましたよね。自分から喜んで入ったくせに。違います。巨大な箱を持ってくるなり背後から私にかぶせたでしょう。ごぼう女には箱が窮屈だったわね。悪かったわ。そこじゃないです。何考えてるんですか。あんたの実家に返品しようと思ったのに抵抗するから箱が壊れちゃったじゃない。送り状まで準備してたし怖すぎます。もちろん着払いよ。さらに大事に伸ばしていた髪を無理やりバッサリ切りましたよね。野菜なら頭からじゃなくて足から生やすべきでしょ。根っこじゃないんですから。ごぼうに髪の毛なんて必要ないでしょ。その他にも毎日電話してきて罵詈雑言。これが嫁いびりじゃなきゃ何なんです。あんたがさっさと息子と離婚しないから悪いのよ。それはお母さんが決めることじゃないですよ。可愛らしいお嫁ちゃんと一緒に買い物に行くことが夢だったの。知りませんよ。 LINE もブロックしてたはずなのに連絡してくるなんて。
わざわざスマホ買い替えたのよ。代金払いなさいよね。そこまでして一体何の用です？子供、生まれたんでしょ？ええ。もう8ヶ月くらいかしら。ちゃんと私が提案した名前にしたの？エミリーですよね。本当はもっといい名前考えてあげたのに、絶対嫌だって譲らないんだもの。主人公と書いてヒロインでしたっけ？キラキラネームすぎますよ。もう一つ提案したネズミ娘でミニーも可愛いと思ったのに。妖怪の名前にしか見えませんけど。私ディズニー好きなのよ。アワ姫と書いてアリエルの方がマシです。ああ、それいいわね。しませんよ。ほんと強情な女ね。最後に提案したエミリでやっと納得してくれたのよね。そもそも娘の名前くらい自分たちで考えますから。ダメよ、どうせ変な名前つけるに決まってるんだから。お母さんに言われたくないですよ。ところでまだ仕事は続けてるの？はい、今も昼休憩中です。クズ嫁は子育てもできないのね。何ですか急に。普通子供が3歳になるまでは親が付きっきりで面倒を見るものでしょう。育休をもらえるのが1年だったので、運よく保育園もすんなり入れましたし。やめればよかったじゃない。金銭的な理由もありますが、今の仕事が好きなので。子供を犠牲にしてまで働くなんて母親失格よ。そんなつもりはありません。きちんと愛情をかけて育てています。エミリが不憫だわ。あんたの子なんかに生まれてくるなんて。どういう意味ですか？どうせクズに育つに決まってる。もうダメね。勝手に決めつけないでください。保育園なんかに預けてもし誘拐でもされたらどうするのよ。セキュリティがしっかりしてるのでそんなことはないと思いますが。もしもよ、もしも。命に変えても必ず取り返します。うん、なるほどね。何ですか？まあせいぜいエミリを守ることね。なんだか意味ありげな様子の義母に胸騒ぎがします。私の名前はさくら、28歳です。生後8ヶ月になる娘がいます。義母は結婚報告をしに行った時から私のことが気に入らない様子でした。理由は私の身長。学生時代はずっとバレーボールをしていたこともあり、170センチで夫よりも高いです。そのことを私も夫も全く気にしていないのですが、義母は違ったようで猛反対。ごぼうみたいな女じゃなく、もっと女の子らしい子を選びなさいと言われていたのを、夫が何とか説得してくれて、ようやく結婚できました。しかし、そこから強烈な嫁いびりが始まり、ことあるごとに離婚離婚と騒ぎ立てて、嫌がらせをしてくるように。夫が注意をしても改善されることはありませんでした。その態度は私が妊娠しても変わらず、このままでは子供に何されるかわからないと思い、夫と二人で縁を切る決意をしました。やっと平和になったと思ったのに、また連絡が来るなんて正直うんざりです。しかし、それ以降、義母から連絡が来ることはなく、忙しい毎日で忘れかけていた時に、事件が起きるのです。1ヶ月後。孫は私が預かってるから、返して欲しいなら離婚しろ。は？どういう意味ですか？あんたの娘は今私の元にいるの。何言ってるんですか？今保育園にいるはずです。そういやあんたセキュリティがどうとか言ってたけど、連れ出すのなんて簡単だったわよ。どうやって？連絡がない限り親以外には子供を引き渡さないルールになってます。それは平常時でしょ？え？母親が倒れて意識不明だから祖母の私が迎えに来ましたってケースを変えて行ったらすぐに渡してくれたわ。悪質ですね。そんなのんきにしてる場合？この子がどうなってもいいの？どうする気ですか？最初は可愛がろうと思ったんだけど、ブサイクだし川に捨てようかしら。は？実の孫ですよ。あんたの血が混ざってるって思うだけで、おざましい。冗談ですよね。さあどうかしらね。捨てないにしろちょっとしたいたずらはしちゃうかもね。やめてください。それはあんた次第よ。夫と別れろという脅しですか？1時間以内に記入済みの離婚届を持ってきたらこの子と交換してあげる。やり方が汚すぎます。息子を取り戻すためなら何でもするわ。わかりました、待っててください。1時間後。もう1時間経ったわよ。子供がどうなってもいいの？うちの子なら家にいますけど。は？何言ってるのよ。全部嘘だったってことですよね。違うわよ。じゃあ今ギャーギャー泣いてるこの子は誰？え？
本当に子供を連れて帰ったんですか？当たり前じゃない。目の前にいるわよ。もしかしてよその子じゃ。そんなわけない。そういえば娘の通ってる保育園知らないはずですよね。そんなの聞かなくてもわかるわよ。たぬき保育園でしょ？違いますよ。嘘よ。普通家から一番近いところに通わせるでしょ。そうとも限りませんし、私たち引っ越したので。何それ、聞いてないわよ。お母さんから逃げるためなので言うわけないですよね。どこよ、教えなさい。嫌です。夫と転職までして遠いところに引っ越したので、職場に聞いても無駄ですからね。そこまでする？そこまでさせたのはお母さんです。もしかしたら居場所がバレたのかと思ったので安心しました。でもたぬき保育園にエミリって名前の子がいたわよ。たまたまですね。そもそもうちの子名前が違うので。なんでよ、せっかく命名してあげたのに。だってお母さんの名前エミコですよね。そうよ、私の偉大な名前から取った素晴らしいネーミングでしょ。そんなの嫌ですよ。お母さんみたいになったらどうするんですか。人をバカにしないでちょうだい。そもそも娘の通う保育園では ICT システムを利用しているので、まだ園にいることは分かってましたけどね。愛してるシステム？何よそれ。違いますよ、パソコンやスマホを利用した保育業務支援システムのことです。機械なんかが子守りできるわけないでしょ。園児の登校園の管理や保護者とのコミュニケーションなど、保育士さんの業務作業を減らす目的で導入されました。とっても便利ですよ。それが何だってのよ。わかりませんか。つまり娘が講演したらスマホに通知が来るのでわかるってことです。何それ、ムカつく。分かってたならさっさと言いなさい。念のために早退して保育園に行ったら娘が普通にいたので、お母さんの嘘だと思ったんですよ。じゃあ今目の前にいるのはよその子ってこと？私がさっきそう言いましたよね。きっと大騒ぎになってますよ。早く保育園に連絡してください。いやよ、怒られるじゃない。そういう問題じゃないですよ。お母さんがしたことは誘拐です。そんなつもりはなかったの。どうしましょう、どうしましょう。落ち着いてください。私が保育園に連絡しましたから。え？お母さんパニックになってるみたいなので私が代わりにしました。バカ嫁、何してんのよ。今からエミリちゃんのお母さんが先生と一緒にそちらに向かうそうです。私がどうなってもいいの？今はお母さんよりエミリちゃんの方が大切ですから。とにかく逃げなきゃ。あとはお願いね。は？何言ってるんですか。子供は置いていくわ。ご自由にどうぞって書いた紙服に貼り付けたから勝手に持ってってくれるわよね。試食じゃないんですから、そんなの通用するわけないでしょ。この年になって説教されるなんてごめんよ。まだことの重大さが分かってないんですか。何よ偉そうに。お母さんがしたことは犯罪なんです。怒られるだけで済むわけないでしょ。え、じゃあ殴られるとか。牢屋行きです。嘘でしょ、今回は勘違いだったのよ。勘違いで人を刺したら許されると思います。そういうことです。なおさら逃げなきゃ。別にいいですが、警察にも通報したのでもっと罪が重くなりますよ。そんな、私は息子を取り返したかっただけなのに。自分の感情ばかりぶつけても人は答えてくれません。離れていくだけです。さくらさん、あれ、ごぼう女じゃないんですね。今までのことは謝るわ。だから私を擁護してちょうだい。すみませんが無理ですね。え、大切な子供に危害を加えようとした人を許せるわけないでしょ。違うの、ただの脅しだったのよ。だとしてもです。これからはいい姑になるわ。知ってますか。何よ。ごぼうってアク抜きが大切なんですよ。いきなり何の話。アク抜きってね。私ごぼうなので、お母さんのような悪はいらないんです。もうごぼう女なんて呼ばないから。後日談。それからすぐにエミリちゃんは無事母親の元に帰りました。お母さんはこってりと絞られた後、警察に連れて行かれ懲役3年の判決に。最後まで私は悪くないとわめいていたらしく、警察の方は呆れていたそうです。今回の事件を夫に話すと、息子として恥ずかしいと見たことないくらい激怒してました。そして再び義母をブロック。二度と連絡が来ないように ID 検索不可に設定し、電話番号も変えました。やっと平和が訪れそうですね。このことはニュースにもなり、保育園側にも問題があると話題になりました。エミリちゃんの母親は保育園を訴えなかったため、今回は謝罪だけで済み、
今後は ICT システムを導入し、部外者に子供を引き渡さないよう対策を徹底すると表明したそうです。このような事件が二度と起こらないことを願っています。年金暮らしのババアの介護とか無理だし、絶縁しますね。結婚式が終わったばかりなのに、いきなり何を言い出すの？この瞬間を待ちわびてました。旦那も言ってましたよ。あんな年寄りと親子なんて恥ずかしいって。確かに高齢出産だったから、周りより年上かもしれないけど。哀れですね。どうして式が終わった途端にそんなこと言うの？やっぱ世間体って大事だし、結婚式には出てほしくて今まで気を使ってただけです。式が済んだら用済みってこと？ひどい話だわ。でも出席させたのも失敗だったかも。白髪混じりのシワシワだから、母親なのかおばあちゃんなのかわからなくてみんな困惑してたし。そんな。さらに義父はおじいちゃんだし、二人とも亡くなったことにしておけばよかった。言っていいことと悪いことがあるわよ。ババアは黙っててください。その BBA って何なのよ。ババア、聞かなきゃよかった。とにかく役目は終わったので金輪際関わらないでくださいね。結婚祝いを用意していたのに。どうせセンスない安物でしょ。貧乏人が選ぶものなんてろくなものじゃないわ。貧乏人ってまさか私のこと？他に誰がいるのよ。人並みの生活はできてる。はあ、見え張らないでくれます。ボロアパート住まいのくせに。特に困ったことがないから昔から住み続けているだけよ。普通はボロいってだけで困ると思うんですけど。どこも壊れてないし快適に暮らしてるんだから悪く言わないでちょうだい。鼻くそ詰まってません？は？だってあの部屋臭かったから。あれはお香の匂いよ。合わなかったなら悪かったわ。お年寄りにはお線香がお似合いですよ。とことんバカにするのね。お祝いの話は忘れてちょうだい。ゴミ引き取らずに済んでよかった。それじゃあ引っ越しも決めたし、二度と会いませんから。家でも買ったの？内緒です。住所は教えませんから。それなら仕方ないわね。あれ、意外とあっさり引き下がるんだ。息子が幸せならそれでいいわ。二人で頑張ってね。なんかよくわかんないけど絶縁成功した。じゃあさよなら。結婚式当日に絶縁宣言とは非常識にも程がある。まさか彼女がこんな本性を隠していたとは思わなかったです。40歳でようやくできた息子は今年30歳になり結婚しました。遅くにできた子なので甘やかしすぎたところはあると思います。その責任は感じていますが、家庭を持てばしっかりするだろうと私も夫も期待しています。息子に会えなくなるのは寂しい気持ちもありますが、新しい家族と幸せに暮らしてくれればそれでいい。そう思っていたのですが、1ヶ月後事件が起きるのです。1ヶ月後。妊娠したのでご祝儀200万ください。絶縁したはずじゃなかった？年寄りは黙って金出してればいいんですよ。妊娠はおめでたいことなので心から祝福するわ。おめでとう。でもあなたに払うご祝儀はない。はあ？おばあちゃんが満を持して本物のおばあちゃんになれるのに嬉しくないの？本当に最低な子。いいから黙って払ってください。あなたの時代と違って今は出産にもお金がかかるんです。それは大変ね。それより結婚したばかりだけど随分早く妊娠が分かったのね。昨日知ったばかりなんです。そうなの？何週目？まだ1週目です。え？エコー見たら動いてましたよ。そう、母子手帳はもうもらったの？もちろんです。使う用と飾る用で2冊。なるほどね。だから早くご祝儀ください。お祝いは強要するものじゃない。結婚して新しく家庭を作ったんだし、自分たちで何とかしなさい。ケチ。ならこの車はもらえますね。一体何の話？
貧乏人のくせに高級車なんて分不相すぎなんですけど。どういうこと？駐車場に車がなかった。うちの車を盗んだの？昨日旦那の部屋漁ってたら実家の鍵が出てきたから夜中にこっそり？私たちが寝てる間に家に入ったわけ？いや、入ってませんよ。前に結婚の挨拶に行った時、玄関に車の鍵が置いてあるのを見た覚えがあったので、ドア開けて鍵だけそーっと。計画的犯行。人聞きの悪いこと言わないで、高級車の鍵を玄関にぶら下げるとか、不用心って教えてあげたんです。そうね。現に泥棒に盗まれた。ひっどーい、泥棒だと思ってるの？じゃないなら何のつもりよ。私はこの車を助けてあげたから救世主です。はぁ？悪い人に盗まれちゃう前に私がもらってあげたんです。意味がわからない。車だって老夫婦より若くて可愛い私の方が喜ぶと思いますよ。すぐに返してちょうだい。じゃなきゃ警察に届けるから。いいんですか？あなたの孫が刑務所で生まれることになっても。え？かわいそう。赤ちゃんに罪はないのに。母親があなたってだけでかわいそうなんだけど。は？ひっと！傷ついたから慰謝料払って！その前に車を返しなさい。返して欲しかったら200万用意してください。むちゃくちゃだわ。そしたら車は返してあげるし、絶縁取り消してあげてもいいですよ。どうしてそんなに偉そうなの？普通ですよ。それじゃあ車は預かっておきます。数日後。妊娠祝い用意しました？待ってるんですけど。いいえ。見え張って高級車買えるなら200万くらい用意できますよね。お金は用意できない。じゃあ車もらいますから。いやよ。どっちか選んでください。無理です。可愛い息子夫婦のためなら車もお金もあげるわくらい言えないんですか？結婚した途端に親を捨てた息子と、こんな非常識な嫁のどこに可愛い要素があるの？そういうの関係なく愛せるのが親でしょ？なんで祝ってくれないの？私はもともと二人の幸せを心から喜んでいた。主人だって同じ気持ちを。そういえば結婚の報告したらシワシワな顔ぐちゃぐちゃにして泣いてましたよね。それくらい嬉しかったのよ。手がかかる息子だったから結婚は正直諦めていたし。母親がおばあちゃんみたいだからグレちゃったとか？確かに思春期の頃なんかは恥ずかしい思いをさせちゃったかもしれないわ。でもあなたにそれをどうこう言われる筋合いはない。私にも言う権利ありますよ。結婚式で同じように恥ずかしい思いをさせられたから。それは悪かったわね。今後はもうこの世にいないって設定にしてくれて構わない。言われなくてもそうします。とにかく私は二人の結婚を喜んでいたし、祝うつもりもあったわよ。じゃあ一応聞いてあげますけど、何を買ってくれたんですか？出来の悪い息子だし、少しくらい力になりたいと思って新居を用意したんだけど。どうせボロアパートでしょ？そんなのより現金が良かった。息子はギャンブル好きだから現金なんて渡せない。え？知らなかった？あの子はギャンブル狂いよ。そんなの知ってたら結婚するわけないじゃん。定職にもつかず実家暮らしでギャンブル三昧のどうしようもない子だった。30になってもフリーターなら家から追い出すって言ったら、去年やっと就職したのよ。だから絶縁宣言した時あっさり受け入れたの？随分苦労させられてきたからね。あなたが面倒見てくれるならありがたいって思ったわ。なにそれ、利用するなんて最低。絶縁するって言い出したのはあなたでしょ。そんなこと言われるとは思ってなかったからお祝いだって用意してたのよ。だから現金以外は嬉しくないからいらないの。そう、タワマン買ってあげたのにやっぱりいらないのね。は？タワマン？何言ってんの？あなたたち夫婦に結婚祝いとして新築のタワーマンションを購入していたのよ。はぁ？どこまで見えっ張りなわけ？そんな見えすいた嘘ついて、自分はボロアパートに暮らすみすぼらしい年寄りのくせに。
私たちがボロアパートに暮らしてるのは昔は貧乏だったからよ。今は違う。貧乏なんて簡単には抜け出せるわけないし。ずっと子供ができなかった私たちはその寂しさを仕事で埋めてきた。そして気がついたら貯金がどんどん増えてたのよ。そして主人が定年後に趣味で始めた投資が大成功して、その額はさらに増えていったの。普通お金があったらボロアパートに住み続けたりしない。そうかもね。でも生活水準っていうのは上げたら簡単には下げられないし、私たちは今の暮らしで十分満足だからずっとこのまま暮らしてきた。じゃあなんで高級車に乗ってるのよ。それは息子が小さい時におもちゃの車の中で一番のお気に入りだった車種よ。は？別に高級車じゃなくても私たちはそれを選んだと思う。あんな息子でも昔は可愛かったから今でも乗り続けているの。実はお金持ちだったなんて知ってたら絶縁なんかしなかったのに。あ、そうだ、せっかくだし用意してくれたタワマン今からでも住んであげます。いいえ、結構よ。なんで？もったいない。もう不動産投資に回したから大丈夫。生まれてくる孫にはいい暮らしをさせたいでしょ。ああ、そのことだけど、あなたは妊娠なんてしてないよね。はあ？疑うなんて最低。あのね、妊娠一周目なんてバレバレの嘘にも程があるわ。え？ああ、ま、間違えたの4周目よ。そう。でもどっちにしろ嘘に間違いはないようだけど。意味わかんない。本当だし。あなた、母子手帳はもうもらったと言ってたわね。それが何よ。4週目じゃ、心拍の確認もまだなんじゃない？病院には行ってないから。妊娠の証明もなく手帳をもらったの？それは。妊娠したなんて嘘をつくものじゃないわよ。偉そうに説教しないで。私はそろそろ出かける用事があるの。あとは警察の方にお話ししてくれる？え、どういうこと？家に勝手に入った件や車を盗んだ件、それに脅されている件も、もろもろすべて警察に被害届を提出してあるから。ちょっと待って、謝るから取り消してきて。それはできない。家族なのに警察に突き出すなんてありえない。あれ、絶縁したんじゃなかった？私にとってはあなたは赤の他人。そんな。自分のしたことの責任は自分で取りなさい。お願いだから許して。後日談。結局嫁はその後車の窃盗で逮捕され罰金刑となりました。息子はこの嫁の大暴走を何一つ知らなかったらしいです。絶縁宣言を簡単に受け入れられるほど今まで親に迷惑をかけてきたのかと今回初めて自覚したそうで、離婚が成立すると正式に謝罪してきました。今後は真面目に働いて二人に恩返しすると思わぬ心変わりをしてくれました。光は息子に離婚され罰金の支払いに追われているそうです。離婚の際に息子は元嫁の両親に今回の件を全て説明していたため、両親からは感動されたそうです。まさかこんな形で絶縁宣言が自分に返ってくるとは思わなかったことでしょう。今はやっと戻ってきた平和な日常を静かに楽しく暮らしていきたいです。嫁の分際で掃除にお湯を使うんじゃないわよ。少し足し湯しただけです。赤切れがひどくてしみるので。口答えするんじゃない。忘れ物を取りに戻って正解だわ。私がいない時はこんなずるいやり方をしてるとはね。そんな言い方しなくても。本当はしごき直してやりたいけど今日は友達とのお茶会が優先ね。帰ってきたら覚悟なさい。掃除はすべてやり直しよ。冬の水掃除は辛くて、昨日リナにも寒いから学校の掃除も大変よねって心配してたでしょ。嫁と孫は別物よ。あんたは血が出ようが指がなくなろうが知ったこっちゃないわ。そんな。
掃除も草むしりもすべて素で。使うのは水。雨でも雪でも年中無休。なんと言わせるのかしら。言われた通りにやってます。お湯を使った罰として、今日は夕飯は抜きよ。昨日も何も食べてないのに。水飲んでりゃ死にゃしないわ。いくらなんでもひどすぎます。あら、姑に逆らう気？しつけがなってないわね。親の顔が見てみたいわ。あ、早々にくたばったんだっけ？両親のことを悪く言わないでください。本当のことでしょ？こんな非常識人間が出来上がってんだし。あんまりです。嫁にかける金は一銭もないの。ああ、もう飲み水ももったいないわ。飲まず食わずでいなさい。どうしてそこまで、そんなに私が気に入らないんですか？これも嫁の教育よ。まだ口答えする気かしら？一ヶ月前のこと、忘れたの？体調悪くて仕方なく夕飯を出前にした時のことでしょ？次の日、私の服が水浸しで、まさかあんなことされるなんて。洗濯してやっただけよ。クローゼットの中までですか？雨漏りでもしたんじゃない？悪いことしたから天罰が下ったのよ。高熱で動けなかっただけなのに。大げさね。ユージさんとリナの前では私にも普通に振る舞いますよね。そりゃそうよ。嫁の教育で仕方なくやってんのに、あんたの被害者演技のせいで私だけ悪者なんてことになったら嫌だわ。いないところでだけバレないようになんですね。あんたが何も言わなければ波風立たないけど。そんな脅し方普通じゃないです。私もう限界です。ユージさんに相談します。いいわよ、ユージに言いなさい。どうせ捨てられるんだし謝るだけね。何のことです？何も知らないって哀れねえ。ユージはあんたと離婚するのよ。はい？すでに再婚話が進んでるんだから。相手は美人で超金持ち。でたらめ言わないでください。そんな素振りありませんし、私は信じません。あんたに内緒で話進めてるのよ。この前も二人っきりで食事行ってたわ。すごいお似合いなの。ユージさんが、まさか、嘘でしょ？かわいそう。あんたはもうすぐ、一人ぼっちよ。リナもうちで育てるし。娘まで取り上げる気ですか？あんたと一緒じゃ、貧乏するだけよ。まだ7歳なんだし、新しいママにすぐ懐くわ。もう、混乱して、何が何だか。ご愁傷様。ああ、そうそう。明日朝一で離れの掃除をしなさい。え、離れってお父さんの書斎ですか？死んだ人間の書斎なんてあっても意味ないから、物置にしたいのよ。最後の奉仕なんだからきっちりやんなさい。わかりました。頭がまともに働かない。どういうこと？ユージさんが本当にそんなことを？私がいると、リナは不幸なの？すみません。混乱してて。私はあかり、35歳の主婦です。半年前に義父が他界し、義母に寂しいと泣きつかれて同居することに。しかしそれが間違いでした。義母は同居を始めた途端に豹変、嫁いびりが始まったのです。
私の弱気な態度にイラつく人も多いでしょう。両親を早くに亡くした私は親戚の家で育ったのですが、駒使いのような扱いでした。言われた通りにしていれば、口答えしなければご飯は食べられるし、怪我をすることもない。そんな過去が無意識に影響して、夫と娘が幸せなら私が我慢すればいいだけと思ってしまうんです。私自身こんな自分が嫌いです。そして今義母から聞いた話で脳内はパニック状態。疑問ばかりがループしています。ユージさんを信じているけど、義母の言葉がちらついて聞くのが怖い。しかしそんな私に義母はさらなる追い打ちをかけるのです。翌朝、離れのブレーカー落としてやったわ。専業主婦が暖房なんて贅沢なのよ。は？嫁がぬくぬく掃除だなんて電気代の無駄。何言ってるんですか？氷点下の気温ですよ。暖房なしじゃ凍えます。凍えりゃいいじゃない。暖房切れたでしょ。え、嘘、動かない。ブレーカーは外だから戻せないわね。外に出ればいいだけです。え、開かない。無理無理、つっかえ棒と軟禁錠してるもの。なんでこんなことするんですか？昨日から猛烈な寒波なのに。かなり雪積もってるものね。あ、でかいつららできてるわ。チャンバラごっこでもしようかしら。ふざけないで、出してください。氷点下、暖房なし、窓ははめ殺しで鉄格子付き、電話も置いてないわ。最悪、いえ、最高の環境ね。もう嫌がらせはいいですから、早く開けてください。すごく寒い。無理よ、私今から出かけるもの。は？冗談やめて、お願いします。ねえ、あんた知ってる？そこの離れにはある仕掛けがあるの。抜け穴でもあるんですか？違うわよ。夫は物書きだったでしょ？時には編集者からの連絡が嫌でね。はあ。無線マニアの友人に頼んで妨害電波を出す装置を書斎につけたのよ。ボタン一つでこの離れが圏外になるの。ブレーカーの隣のこのスイッチ。嘘。スイッチオーン。これでユージは晴れて独身。離婚の手間が省けたわ。あんた邪魔なんだから仕方ないでしょ。化けて出ないでよね。もうこのラインも見れないけど、永遠にさようなら。あっちで夫によろしくね。その夜、あかりさん、どこにいるの？まさかまだ離れにいるんじゃ。特に掃除は終わったと思って鍵をかけてしまったわ。すぐに開けるわね。お願いだから生きてて。残念ながら生きてますよ。え？事故に見せかけるための偽装ラインですか？閉じ込めた時のラインは送信取り消ししてますもんね。あんたなんで？すべてはリナのおかげです。は？7歳の子供に何ができるのよ。あの離れはリナの秘密基地で隠し通路を作ってたらしいです。倒れてる私を見つけてすぐにユージさんに連絡してくれました。連絡なんてどうやって？リナのキッズ携帯も当然圏外ですからね。とにかく私を温めようと慌てて毛布を取りに母屋に行ったそうです。母屋の固定電話がつながることに気づいて泣きながらユージさんに電話してくれて、
今は病院に3人でいますよ。え、ユージも？もちろん、リナから聞いてすぐ救急車を呼んだそうです。仕事も早退して駆けつけてくれました。そう、そうなの。リナが言いたいことがあるそうです。変わりますね。許さんぞクソババ。リナちゃん、女の子がそんなこと言うなんて。黙れ、ママにひどいことした悪党め。おばあちゃんはいつも優しいでしょ。そんなこと言っちゃダメ。うるさい、スカッと星に代わってお仕置きだ。さあ、お前の罪を数えろ。リナがこんなに野蛮だったなんて、母親の育ちの悪さが出たのね。落ち着いてください。これリナがハマってるヒーローのセリフです。え？ゴースカットレンジャーっていう戦隊ものですよ。ああ、そう、驚いたわ。でも怒ってることには変わりません。もう顔も見たくないそうです。やあね、誤解よ。あかりさんが無事で本当によかったわ。嬉しくて涙が出そうよ。しらじらしい。私を閉じ込めて亡き者にしようとしたくせに。そんなわけないでしょ。記憶が曖昧で混乱してるのよ。いいえ、間違いなくあなたの仕業です。何を根拠にそんなこと言うのかしら。 LINE も残ってないじゃない。こんなに心配してるのにひどいわ。私が息絶えたのを確認して自分が通報するつもりだったんでしょ。その時につっかえ棒も南京錠も外す予定だったんでしょうね。そんなのただの憶測でしょ。被害妄想が過ぎるわ。救急車と一緒に警察も来たんですよ。なんですって？あらら、焦っちゃって。警察が先に来たのはまずいですよね。計画が狂いますし、案の定状況を見てすぐに事件性があると判断されました。私の証言と状況証拠、それに指紋もバッチリ出たそうですよ。嘘。元から腐った人でしたが、法的にも犯罪者としてクズ確定です。まあ初犯の未遂なら大した罪にはなんないわよ。塩らしくしてりゃ楽勝。どこまでもクズですね。さっきから偉そうに勝ち誇って立場逆転とでも。嫁はビクビクしてりゃいいのよ。弱い自分ではダメだと思い知っただけですよ。病院のベッドで目覚めた時、一番に目に入ったのは私の手を握るユージさんとリナの泣き顔でした。二人を守りたい、強くならなきゃって思った途端に何も怖くなくなった。ユージさんとリナを失うこと以上に怖いことなんて一つもない。決め台詞が虚しすぎるわ。ユージはあんたと離婚するのよ。これから失うって言うのに。そんなものは目覚めた後すぐに本人に聞きましたよ。ユージさんは離婚なんて考えてません。あなたの勘違いです。はあ？まあ私を心配する表情には愛が溢れてましたし、直感的に離婚話はありえないと思いましたけど。のろけはいいから勘違いって何？高級ホテルのレストランから出てきた二人を確かに見たわ。後で聞いたら取引先の社長令嬢だって言ってたのよ。それだけですか？離婚だの再婚だのは？それは言ってないけど。そうだと思うじゃない。あんたがいなければスムーズに再婚できるし、逆玉残しよ。結局は金か。自分もおこぼれをもらって裕福に暮らせるとでも考えたんでしょう。
悪い？セレブ生活したいのよ。会食はただの仕事上のものです。ユージさんだけでなく上司も同僚も一緒だったそうですよ。そもそもご令嬢は既婚者です。え？そんな、これでユージは幸せになれると思ったのに。自分が幸せになるためだろうが。強欲ババアが早とちり暴走してこっちは命落としかけたんだよ。迷惑極まりないわ。え？ああ、すみません、心の声がだだ漏れてました。あの、あかりさん、ユージは知ってるの？当然、すべて知ってますよ。今回の件はもちろんですが、今までの嫁いびりについても打ち明けました。泣いて謝ってくれましたよ。待って、まさか私。やっと気づきましたか？ユージさんもリナも激怒してます。私たちはあなたと縁を切りますので。そんなの困るわ、一人は嫌よ。自分で撒いた種でしょ。治療費と慰謝料も請求しますから。お金なんてない。お父さんの保険金があるのでは？ギャンブルとホストクラブが酔いですぐ亡くなったの。とことん終わってますね。逮捕された方が世のためですよ。そんなこと言わないでよ。助けてくれるでしょ、家族じゃない。なぜ助けてもらえると思うのか謎です。あ、そういえば言い忘れてましたが、電波法ってご存知ですか？何それ。許可も免許もなく妨害電波を出すことは違法ですよ。電波法違反も追加ですね。ああ、お隣でも電波障害が出て在宅ワークのご主人は大変だったらしいです。離れの裏手に立ってる家なので影響しちゃったんでしょうね。嘘よ、夫は問題なく使ってたわ。お隣は先月家が完成して引っ越して来られたばかりですからね。お父さんが使ってた頃はこの辺りは家もまばらで問題にならなかったようですが。ずるいわ、私だけ罪だなんて。そもそもお父さんも装置を作ったお友達も許可を取ってたようですよ。離れの本棚に許可証があったらしいです。でもあなたは別ですから。待って、知らなかっただけよ、わざとじゃないのに。隣への被害は予想外だったかもしれませんが、そもそも私に向けて悪意を持って計画的に出した妨害電波です。しょっぴかれて少しは痛い目にあったらどうです？そんな、私事件なんて嫌、証言を変えて。寒さで凍えながら意識が遠のく感覚って想像できます？自分の人生がここで終わると思う時の恐怖と悔しさは。それに比べれば刑務所なんて優しいもんですよ。わかった、私が悪かったわ。お願い、助けて。せめて絶縁は嫌。あれも嫌、これも嫌って子供じゃないんだから。自分のしたことに責任取ってください。だって嫌なんだもの、助けてってば。お断りします。さようなら、永遠に。待って、一人は嫌よ。後日談。義母は逮捕され、その悪質さから実刑判決となりました。弁護士を介して治療費と慰謝料の請求もしています。お隣からも損害賠償請求がされたと聞きました。出所してからも一人支払いに追われることになるでしょうね。私たち家族は義母と縁を切り新居へと引っ越しました。新生活は穏やかでとても幸せな日々を送っています。
三人でスカットレンジャーを見て笑う明るい声。お腹にいる四人目の新しい家族にも届いてるかな。ご主人に50億円詐欺の容疑で逮捕状が出ています。おー、最近の警察って LINE してくるんですね。そうですよ。今じゃ常識です。聞いたことないです。普段警察と関わることなんて滅多にないでしょう。あ、確かに。電話だと警戒されることも LINE だと皆さん口が緩むんです。へえ。本題に戻りましょう。旦那さんを早く自首させてください。かばうとあなたも逮捕ですよ。50億の詐欺ってすごいですね。逆に褒めてやろうかと思います。はい。そんな額を騙し取れるなんてすごくないですか。あなた大丈夫ですか。犯罪者を褒めるなんてどうかしてますよ。ごめんなさい。旦那さんは極悪人です。私の知らない一面があったということでしょうか。そうですね。人間誰しも裏の顔というのは持っているものです。それで夫はどうしたらいいんでしょうか。奥さん、朗報ですよ。被害者の方が示談に応じてもいいと言っています。なるほど。500万だけ返してくれたらこれ以上追及しないそうです。心配になるくらい値引きするんですね。実はその詐欺にあったお金というのが表に出せないお金なんだそうです。相手も極悪人ってことですか。まあそうですね。だったら先にそっちを逮捕したらいいんじゃないですか。ああ、いえ、彼は一応被害者なので。もうやめましょうよ、詐欺師さん。え？こんな話に私が騙されるとお思いですか。私は警察官です。騙すわけがないでしょ。警察官はいきなり LINE してきませんよ。知ったようなこと言わないでください。知ってます、私が警察官なんで。え？あなたは一体誰なんですか。警察官の木下です。いいえ、あなたは警察じゃありません。あなたに何がわかるんですか。私から500万を騙し取ろうとしましたね。これが何の罪になるか警察ならご存知ですよね。罪にはなりませんよ。金銭は受け取ってないんですから。え、詐欺未遂もご存知ないんですか。知ってますよ。ただ今回の事例は当てはまりません。なぜなら私は正真正銘の警察官で誰も騙していないからです。わかりました。あくまでも言い張るんですね。はい。どちらの警察署ですか。教えられません。普通名乗るんですよ。何々署の誰々ですって。極秘案件なので。逃げ切れると思ってるんですか。こちらはこの LINE の送信元を特定することだってできるんですよ。そんなことしてみろ。おや、口調が変わりましたよ。焦ってるんですか。わかったよ。警察ってのは嘘だ。こちらも警察というのは嘘だ。は？刑事ドラマは大好きでよく見てます。私やっぱりデカ貴族2が一番好きですね。騙したのか。お互い様じゃないですか。お前なかなかやるな。お褒めに預かり光栄です。話は簡単だ。金を払え。あなたは夫の知り合いですか。五郎だろ。よく知ってるよ。学生時代の友達ですか。あ、まあそんなところだ。私の LINE は誰に聞いたんですか。パチンコ大好きなお前の弟だよ。あいつすぐに教えてくれたぜ。弟の教育くらいちゃんとしとけよ。私があなたに500万払う理由は何でしょうか。チンピラが悪事を働くのに理由があると思うか。あら、チンピラさんなんですね。あんたの旦那、つまり奥野五郎は大学卒業後起業して大成功したそうだな。そうみたいですね。旦那は会計士なんだよな。500万なんて痛くも痒くもないだろ。かゆいですよ。五郎に伝えとけ。さっさと払わないと大事な嫁が大怪我するぞって。直接言えばよくね。こういうのは間接的に脅す方が効果的なんだよ。へえ、勉強になります。私も次脅すことがあったらそうさせてもらいます。お前アホだろ。
やだな、アホのふりしてるのもわからないなんて、そっちこそアホだな。てめえ。まあまあ、とりあえず今からお風呂入りたいんで失礼していいですか。最後の風呂にならないことを祈ってろ。じゃあな。数日後。金は用意できたか。第四不当に夜中3時に来い。払うのか。いや、払わない。行ってみたかっただけだ。てめえ舐めてんのか。怒らないでくださいよ。もう遅い。俺はとっくに切れてる。たった今お前の車の窓ガラスを割ってやった。え？いい車乗ってるじゃねえか。なんでそんなことを。人間ってのはな、恐怖にだけは勝てないんだよ。逃れられるなら金だって払う。俺たちはそういう心理を利用して金を稼いでるってわけ。なんて卑怯な。次はペットだな。は？可愛がってんだろ。そりゃもう右目に入れても痛くないほど。なんで右だけなんだよ。ジョンに手出ししたら許しませんよ。それはお前次第だ。くそ。500万なんてお前らにとっちゃ小銭だろ。さっさと払って終わらせようぜ。犯罪者に屈するのが嫌なだけです。でもな、この世は力と頭脳をうまく使えたもん勝ちなの。温室育ちのお嬢ちゃんにはわからないだろうけどさ。まともな仕事で頭脳を使えばいいのに。お前ちょくちょく煽ってるよな。あ、バレました？お前みたいな舐めた奴は一度痛い目合わせないとわからないんだよな。やりたくねえけど仕方ないか。何をするんです？ジョンだっけ？こいつもらっていくわ。は？車の窓ガラスだけで勘弁してやろうと思ってたのに、怒らせたお前が悪いんだからな。ジョンを返してください。1000万と引き換えだ。昨日まで500万でしたよね。なんで増えてるんですか？ジョンの命に500万の価値があるなら払えるよな。どこに振り込めばいいんですか？そんな足がつくようなことするわけないだろ。てめえが銀行で下ろして持参するんだよ。じゃあどこに行けばいいんですか？明日は金を下ろしたら家の近くの駅に行け。そこからはまた指示する。そんなややこしい方法じゃなく、さっさと渡して終わりにさせてください。警察に通報されて張り込まれたらまずいからな。念には念を入れさせてもらう。それがご自慢の頭脳ってやつですね。お前ごときが俺をはめようとするなよ。次はペットじゃ済まさないぞ。わかりました。言う通りにします。午前中に金を下ろしとけ。午後にまた連絡する。はい。翌日。約束の時間だ。札には行ってないだろうな。行ってません。郵便受けに入れておいた鍵は持ってきたか？はい。西口にあるコインロッカーをそれで開けろ。12番だ。開けました。その中に入ってるバッグに金を詰め替えろ。え？どうした？まさか GPS つけてたとか言うんじゃないだろうな。いや。ちなみに離れた場所から仲間が見張ってるぞ。余計なことをすれば取引は停止だ。わかりました。ちゃんと入れます。そのバッグを持って駅を出ろ。電車に乗るんじゃないんですか？改札の向こうで警察でも待たせてんのか？お前の考えることはお見通しなんだよ。抜け目ないですね。参りました。おとなしく従います。駅を出たところに赤ちょうちんの居酒屋があるだろ。はい。その店の裏手に回れ。はい、ちょっと待ってくださいね。移動しますんで。大きなゴミ箱を持ち上げてみろ。そこに鍵がある。これ、車の鍵ですか？そこからコインパーキングが見えるか？ありますね。そこに黒の軽自動車が止まってるだろ。ああ、はいはい。その鍵でロックを解除しろ。そしてバッグを後部座席に置け。車の鍵はタイヤの上に置け。ドラマみたいっすね。うるさい。さっさとやれ。後ろの席に置きました。そしたらお前は走って駅の方へ立ち去れ。早歩きでもいいですか？腰痛持ちでして。なるべく急げよ。
そして後ろは振り返るな。車を追跡しても無駄だぞ。すぐに乗り換えるからな。ジョンはどこですか？そこから100メートル先の公園にリードで繋いである。わかりました。すぐ助けに行きます。お疲れさん。これで取引完了な。それでは失礼します。おい待て。どうされました？仲間から連絡が来て金が入ってないって。え？大量のポケモンカードが入ってるそうだ。そんなはずありません。どういうことだ？それ仲間が裏切ったんじゃありませんか？まさか。おかしいですね。変なことがあるもんですね。お前だろ。あ、バレちゃった。てめえふざけんなよ。そちらこそふざけて警察の真似とかしてたじゃないですか。ふざけてワンちゃんを勝手に連れていくし、ふざけて脅したりするし。俺は真面目にやってんだよ。はず。あんなこと大真面目にやるなんて。43歳のトラック運転手がすることじゃありませんよ、木下和樹さん。なんで俺の名前と仕事をお前が知ってるんだよ。警察官の職権と情報網を駆使しまして。は？お前警察じゃないって言ってたよな。あれは嘘ついた風に見せかけて本当だったという感じです。意味わからねえわ。結局どっちなんだよ。ああ、警察官です。やられた。ちなみにあなたがガラスを割った車なんですが、あれ私のじゃありません。いやでもお前んちの前に止まってたぞ。義両親の車なんです。嘘だろ。ちなみにあなたが連れ去った犬も夫の愛犬で名前はショコラです。ジョンは私が飼ってるカメ。てっきり犬だとばかり。ジョンは夫の大事な忘れ形見なんです。取引の材料に使うなんて許せない。忘れ形見ってどういう意味？夫は3年前に亡くなってます。は？死んだの？パトカーで追跡中に横から車が突っ込んできて。旦那も警官だったのか？はい、いわゆる職場恋愛ですね。そんな。ちなみに義父も現役の警察官で、義母は警察学校の教師やってます。まさかの警察一家。あなた五郎の知り合いじゃないでしょ？古い知り合いだよ。友達なら五郎が警察だってことは知ってるはずですよね。結構前に飲み屋で仲良くなったんだ。なのに LINE の交換もしてないんですか？またここで会ったら飲もうぜって言われてさ。あなた五郎を会計士だと思ってましたよね。まああいつがそう言ってたからな。五郎は見知らぬ人と仲良くなるようなタイプじゃありません。それから外で飲むときは会計士のふりをします。その会話を盗み聞きして後をつけて家を特定したんじゃないですか？それは立派な家に住んでるからお金持ちだと勘違いしたんでしょ。持ってないのか？あれは義両親が建てた家です。義父は資産家の生まれなのであんな家が建てられたんです。私たちはお世話になってただけ。マジかよ。なんで3年も経って連絡してきたんですか？カモリストは山ほどあるからな。埋もれてただけだよ。最近ネタがなくなってきてふと思い出したんだ。それであの家を出入りする私をつけたんですね。なんか特定の男とよく会ってるから隙を見てそいつに話しかけてみたんだ。浮気でもしてんのかと思ったらまさかの弟だったよ。高校の同級生のふりしてお前の連絡先聞いたってわけ。そんなことだろうと思いました。ちなみに弟はパチンカスではありません。警察官なのでおそらく捜査中だったんだと思います。は？人相も悪く危険な匂いがしたし、普通は教えないけど何かやらかすだろうと判断して私の LINE を教えたそうです。あとは姉貴がどうにかするっしょとか笑ってましたけど。弟までどうなってんだよ。私たちとしては犯人が自ら飛び込んできたわけですし、捜査の手間も省けてありがたいですけど。まあお前は起点を聞かせて金を払わなかったし実害はないよな。何言ってるんですか？そのポケモンカードは夫の大事な形見なんですよ。あっそ、じゃあ駅のロッカーに入れとくわ。俺こんなもんいらねえし。そうしてください。じゃあな。待てい。あ？うんじゃねえよ。さっさとそのビルから出てこい。なんで？ GPS 対策はしたのに。
警察の尾行なめんなよ。最悪だ。騙した相手が警察だったなんて。今までいくらくらい騙し取ってきた？さあ。調べればわかるからいいけど、長いお勤めになりそうだね。なんでこうなるんだよ。騙すからだよ、アホ。くそ。後日談。木下とその仲間は潜伏先の雑居ビルで逮捕されました。ご丁寧に犯行の記録を汚い字で書いたノートが見つかり、被害総額は10億を超えていました。人の触れられたくない部分を巧みにつく汚いやり方で、騒ぎになるよりは金で解決した方がいいと被害者は泣き寝入りをしていたようです。ジョンを連れ去ったのは窃盗、車の窓は器物損壊で、過去の詐欺罪も合わせ刑期は8年。当然車の修理代も請求しました。人から騙し取っていた金で豪遊してきた奴らが質素な生活に耐えられるでしょうか。五郎のおかげで犯人逮捕に至りました。天国に行っても悪人をやっつけるなんて、私の旦那さんってかっこいいですよね。